写真拡大。全2枚。第101回全国高校野球選手権大会石川大会28日、星稜 6-2 小松大谷、石川県立第101回全国高校野球選手権大会への出場をかけた石川大会決勝が28日、石川県立球場で行われ、星稜が小松大谷を6対2で下し、2年連続20度目となる夏の甲子園出場を決めた。今週のドラフト1位候補、奥川恭伸投手、3年が6安打2失点の14奪三振で完投勝利を飾った。高校四天王と評された注目投手でただ一人、全国への舞台に進出。最速158キロ右腕は、歓喜の涙を流した。満員札止め、石川大会史上初で高野連関係者も、異例という14,000人が詰めかけた決勝。星稜奥川が114球を投げ抜いた。優勝候補として注目され続けたプレッシャーから解放され、エースの目から大粒の涙がこぼれた。この大会は苦しい試合ばかりで、負けてもおかしくなかった試合がたくさんあった。みんなで力を合わせて優勝を勝ち取ることができて、本当に嬉しいです。高校生最速163キロ右腕の大船渡佐々木が25日の岩手大会決勝で連投での先発を回避し、敗退。9回にはこの日最速の153キロをマークするなど、14奪三振で完投。2014年の決勝で先輩たちが8点差をひっくり返す大逆転勝利を演じた小松大谷にソロ2発を浴びながらも、リードを許すことはなかった。9回2死満塁では、準決勝まで15打数3安打と苦しんできた1番、庄司、3年が中堅右への劇的な満塁弾で勝ち星をプレゼントしてくれた。今日は盛大に星稜打線の花火大会を開催しよう。試合前のストレッチ後に、エースはスピーチで仲間に葉っぱをかけた。その期待通りに大花火で決着。ただ、自身の2悲願に、久々に綺麗な花火が上がりましたね。優勝したからこそ、笑顔で反省ができた。高校四天王の牙城を守った。大船渡佐々木が岩手大会決勝で敗れ、横浜、及川も25日の神奈川大会準々決勝で、創志学園西は27日に岡山大会準決勝で負け、甲子園出場を逃した。4人は4月に2泊3日の U18 高校日本代表候補合宿で対面。奥川は佐々木からストレッチ方法を教えてもらうなど、多くの選手と意見交換した。そして、甲子園で会おうと再会を約束した。そういう人たちの分まで頑張りたいと右腕。夢半ばで敗れたライバルたちの思いを背負って、待ちに待った聖地のマウンドに上がる。今春の選抜は2回戦で習志野に敗退。相手のサイン盗みに抗議して約2ヶ月間の指導禁止処分を受けた林監督は、監督になって9年でこれだけプレッシャーがかかったことはない。選手には経験値があるので、それを活かして、一日でも長い夏にしたいと感慨深げだ。奥川は自分たちにとっては最後の大会。そこに向けた思いは今までとは違うものがあると力を込めた。舞台は強敵が待ち受ける両は初の甲子園へ。甲子園の最高成績は2年生エースの山本翔吾。元オリックスを擁した95年夏の準優勝で、帝京、東東京に1対3で敗れた。所在地は金沢市小坂町南206。鍋谷昌司校長。奥川。京、新、奥川康信。2001、平成13年4月16日生まれ、18歳。石川、宇野家町、現河北市出身。宇野家賞賛都市時に宇野家ブルーサンダーで野球を始め、宇野家重野球部で全国大会優勝。春夏通じて星稜初となる全国の一番星を狙う。須藤孝弘。9回に決勝の満塁弾を放った星稜、荘司、まだ守備があったけど正直、あのホームランで甲子園を確信した。星稜の甲子園成績。1972年夏の甲子園で初出場し、1回戦の北見高、北北海道戦で初勝利。選抜は発表が3度。過去の成績は夏が19度の出場で19勝、春が13度の出場で9勝。甲子園通算4本塁打を放った松井秀喜、元ヤンキースの在学中、90年から3年間は4度出場し、2年時の91年夏は4強に進出した。星稜。1962、昭和37年に実践第二高等学校として創立。63年から現校な。普通科のみの私立ドム学校で、生徒数は1739人、うち女子879人。野球部総部も62年で部員数は77人。2年連続20度目の出場、春は13度。主な OB は松井秀喜、元巨人、ヤンキースなど、本田圭佑、サッカー元日本代表。星稜高では1年春からベンチ入り。甲子園は2年春から3期連続で出場。2年時に高校日本代表を経験。遠投110メートル。最速158キロ。183センチ。82キロ。右投げ右打ち。